9月の新学期から香港の中学と高校では、香港はイギリスの植民地ではなかったと学生に教えることになります。中国共産党は香港に対する支配を強化しようとしています。活動家はこの主張は歴史を歪曲しており、若い世代を先導するためのものだと指摘します。新しい教科書では香港は昔から中国の領土であると強く主張しています。さらに、 イギリスによって占領されただけであって、中国の領土であることに変わりはないとしています。香港の歴史学者で、香港試験評価局の元マネージャーの楊英雄氏は、これらの主張は歴史的事実に反していると考えています。教科書に書かれている内容は、歴史を歪曲しています。共産主義政権と歴史改ざんは、双子のようなものです。 教科書のの内容をを改ざんすすするることは香港独立を弾圧するための一環でもあります国連の決議に基づくと、かつて植民地であった国の人々には、独立を求める権利があるとされています。1843年に香港植民地憲章が制定され、香港の一部はイギリスの植民地として法的根拠を持つようになりました。そして1898年に、 イギリスと中国の新朝との間で結ばれた天卓香港開始戦場によって、香港の新海がイギリスの植民地として拡大されました。99年間の期限で咀嚼されましたが、1997年に終了しました。中共はこの条約を不平等条約と呼び、認めないとしています。 中教が拒否しているからといって、その文書が無効だということにはならないと歴史学者は指摘します。不平等条約は道徳的な概念に過ぎず、法的な概念ではありません。条約は条約であります。オーストラリア在住の活動家もこの問題に触れ、中教の目的はイギリス統治下で享受した法制度を香港の人々から奪うことだと指摘します。 実は中共は、香港がイギリスの統治から受け継いだ法制度を含む、自由で民主的な制度を享受してきたことを否定したかったのです。この新しい教科書は、2019年に多くの学生が香港の民主化デモに参加したことを受けて、学校教育を変えようとする北京当局の取り組みの一環のようです。中共は、香港の教育制度が自由主義的な思想を育み、 中共の影響力に対する抗議活動を煽ったと非難しています。新しい教科書は国家安全保障や愛国心、アイデンティティに焦点を当てています。アメリカ在住の香港人活動家も中共は学生を洗脳したいのだとコメントしています。中共は新しい世代を洗脳し教育し、抵抗しないように変えたいだけです。だから今、 中共は教科書の事実を変えようとしています。そして、香港の新しい世代を、イギリスの良いことを何一つ言えないように変えてしまうのです。中共は嫉妬しているのであり、新しい世代に中共政権を好きになってもらいたいだけなのです。中共は以前、香港の主権がかつてイギリスに属していたことを認めていました。1984年の 中英共同宣言には、1997年7月1日より、香港の主権行使を回復することを決定したと記されています。NTD ジャパンがお伝えしました。